大変失礼いたしました。皆さんシネマティーク、今度おそらく声聞こえておりますかね。はい、大変失礼しました。まだなかなかねちょっと機材にまだ慣れず、この週末ですね、私おじ時間ができたもので急遽ですねこんな感じでクロマキーで、生配信ちょっとやってみたいなと思ったので、作ってみました。はい、今度はおそらく綺麗に聞こえているはずなんですが、 BGM も綺麗に聞こえてますかね。皆さん大丈夫ですかね。はい、始まり方ありがとうございます。後で編集してあの綺麗にスタートの部分はしたいと思います。おー、ありがとうございますね。ありがとうございます。お、聞こえた聞こえた。危ない危ない。やっぱね、初めてっていうのはなかなかミスも多いですよね。はい、じゃあみんなでやりますか。それでは参りますよ。今日もみんなでシネマティックシネマティック、ありがとうございます。さあ、ということでね、有村昆のシネマラボ、こちらですね。はい、まあ基本はね、毎週火曜日金曜日更新しておりまして、まあ今日土曜日曜日はですね週末生配信ということで夜の10時からやっております。はい、そうそう、どんどん進化していきますよ。めちゃくちゃかっこよかったです。聞こえるシネマティック。あとで一回、せっかくなんでオープニング頑張って私作ったんで、もう一回あとでね、100人ぐらい集まったところで見てみますかね。シネマティック、皆さんありがとう。じゃあみんなで乾杯するか。僕はですね、あ、これだと抜けるんだね、これね。いただきます。今日は私は、コーラゼロを飲んでおります。まあみんなもね、乾杯、みんなで一緒に乾杯しながら今日もね生配信やりましょう。皆さんね、週末始まりましたけど、まだまだね、外出自粛ということで、大変だと思いますけども、まあ素敵なですね生配信で、楽しんでいただければと思っております。はい、じゃあちょっと今からですね、私ツイッターでつぶやきますので、今から始まりましたと、ちょっと皆さんもですね、生配信中です。じゃあ今僕は有村昆のツイッターをですね更新しましたので、これをポチッとリツイートをしていただけるとありがたいなと思っております。はい、皆様ご協力よろしくお願いします。ツイッターはですね後ほど、やります。今皆さん BGM って聞こえてます？バックに薄く BGM、 これフリー音源なんですけども、流れているんですが、流れてたらちょっと教えてください。僕がね今ね、完成品の音をね実は聞けない環境にありまして、すべて今ある機材をですね、投入してるので見ていないっていう、見れないっていう状況にありますが、あ、 BGM 聞こえてる、よかった。ボリュームもちょうどいいぐらいね。ありがとう、もうみんながいるからね心強いよ。いやー、でもなんかちょっと楽しいよね、こうやってね、生配信やるっていうのはね。はい、ということでですね、今日もですね皆さんと共に素敵な、投票を行っていきたいと思いますが、まずは皆さん何県からアクセスしてますか。ちょっとせっかくなんでチャットの都合も含めてですね、皆さんの、ちょっと声を聞かせてください。あ、ボリュームちょうどいいんだ、ありがとう。シルバティーク、ありがとうございます、東京からアクセルローズさん、ありがとう。ね、皆さん何県からアクセスしてますかね。神奈川、愛知、静岡、名古屋、東京、鹿児島、あら、北海道、すごい、東京、長野、広島、富山、岐阜。この間岐阜行ったよ。もちろんね、ステイホーム前ですけど、宮崎、大阪、愛媛、山形、広島、もう全国からすごい嬉しいな。静岡、岐阜、富山、福岡、静岡、茨城、福岡、BGM、大阪、鹿児島、高知から、あら、嬉しい、名古屋、東京、いやー、皆さんありがとうございます。ねえ、あら、大阪からルルルルさんね、今日も、夫婦で見てますって言ったらありがとうございます。あら、静岡県、福和内聞いてくれてる、ありがとうございます。はい、ということでね、だんだん人数も集まってまいりましたね。はい、あ、北九州から、ありがとうございます。ということで毎回ですね、私この有村昆の生配信やってるんですが、ちょうどアベンジャーズが昨日公開されまして、3部作ですね、フェーズ1、フェーズ2、フェーズ3、皆さん楽しんでいただけましたでしょうかね。ちょっと僕はね非常にこう不安になっているんですが、
アベンジャーズ、ね、見たことない方のためにね、ちょっと解説をさせていただきましたが、わかりやすかったですか？ね、アベンジャーズ、とにかく、今23本もあったら何から見ていいのかわかんないじゃないですか。ということで、それをね、50分でね、ダダダッとやったのを小分けにして、今、アップしてるんですけども、面白かったです。ありがとう。宮本さん、めちゃくちゃわかりやすかった。まだ見てない。岡崎さん、シネマティック、ありがとう。北九州、栃木、埼玉県、名古屋。ね、ありがとうございます。あ、解説がわかりやすい。ありがとうございます。逆にね、これからアンケートとかもいろいろね、取っていったら、この間ね、アンケート取ったら、大どんでん返しやりたいっていうのがあったので、大どんでん返し近いうちにこの生配信の週末10時から、やりたいと思いますので、ぜひ皆さんね、チェックをお願いいたします。はい。最高です。あら、ありがとうございます。おー、嬉しいですね。あ、まもなく100人突破しそうですね。はい。ということでですね、じゃあ、早速、有村コンの、週末生配信、まずはこちらから行きましょうか。じゃあね、こちらお届けします。はい、ということでね、今日はですね、視聴者総選挙シリーズもうナンバーナインですね、7作目まで来ました。今日は恋人にしたい俳優ナンバーワン決定戦。まあ俳優さんね、かっこいい人、かわいい人、まあ、たくさんいますけれども、これね、洋画邦画問わずいろいろジャンルに分けてね、やっていこうと思います。あら、かっこいい。何このワクワク感、めっちゃすごい。シネマティック、そうです、このワクワク感が、それがシネマティックでございます。はい。ということでですね、これね、お金かかってそうと思うじゃないですか。実はオープニング、フリー素材だけで、私、アリコンが作りました。これはね、スタッフさんが、この、あれは作ってもらってるんですが、このクロマキーのセットも、いや、僕、自分のお手製でね、作りました。はい。この週末ね、ちょっと、時間があったんでね、やってみましたけども、なので、はい、もう皆さんのね、投票によって決めてまいりたいと思っております。さあ、それではですね、まずどこから行こうかなというふうに思っておりますが、まあ、なんといっても、邦画から行きましょうか。はい。邦画の男優、女優とありますが、まあ、皆さん、男性はもちろん女性。で、もし、女優を選ぶ場合、女性の場合は、もし男性だったらこの人と付き合いたいなというような感じでいいかなと思っております。はい、それではですね、まず最初に邦画、日本の、女優さんからいきましょう。はい、あなたが恋人にしたい、この女優と付き合ってみたい、もう今日はですね、妄想爆発でお待ちしております。はい、あ、もう福山雅治はじゃあね、ちょっと後ほど待っていただいてね。ああ、綾瀬はるかちゃん、かわいいね。まあ、僕同じホリプロですけども、ホリプロの会議室で一度も会ったことないっすね。はい、石原さとみさん、石原さとみさんもホリプロです。会議室で一度も会ったことないっすいつもいるのは島田秀平さんとザ・タッチ、ホリ、ジャッキーちゃん、この辺ぐらいですね。もうそこはしょっちゅういるんですけどね。なんだ、北川景子さん、有村架純さん、二階堂ふみ様、新垣結衣さん、あら、小川珠樹さん、渋いとこ行きますね。楽器、二階堂ふみ、妄想最高、小松菜奈、かー、糸見ました、小松菜奈、すごかったね。満島ひかりちゃんもすごかったね、愛のむき出しっていう僕は映画で、まあ、満島さん、見事に変わったなという、ね、女優に変貌しましたよね。本田翼さん、いやー、いいね、ゲーム配信も面白い。まさみちゃん、長澤まさみちゃん、氷川あさみさん、上戸彩さん、木村佳乃さん、何人でもいいですよ、皆さん。まずはこれでブレスト段階なんで、
後ほどね、一人一票投票していきますけども、まずは現段階で、あ、この女優さん気になるという方いたら、ぜひお願いします。多部未華子さん、小野真知子さん、綾瀬はるかさん、北川景子さん、水野真紀さん、あ、浜辺美波ちゃんね、戦艦大和の、これ、菅田将暉と一緒にやったのもよかったね。広末涼子さん、これ世代じゃないですか。浜辺美波、深田恭子、北川景子。はあ、ホリプロ勢強いな。全然会議室で合わない。ねえ、橋本環奈ちゃんもね、最近出まくってるね、橋本環奈ちゃん。高岡早紀さん、あの四ツ谷怪談見ました。よかったね。吉永小百合さん、ちょっとだいぶ年齢がアッパーです。恋人にしたいっていう。ねえ、のんちゃん。のんちゃんもね、この世界の片隅に私大好きな一本です。安藤サクラさん、松岡真由ちゃん、有村架純さん、小松菜奈ね。これね、今ね、日本の女優で聞いてますけど、恋人に、例えばじゃあ長澤まさみさんでも小松菜奈さんでもいいですよ。ね、綾瀬はるかさん、吉岡里帆さん、どこ行きたいですか。もうデートに行くなら、女優さんと、どこに行きたいですか。そうだな、僕はどうだろうな。僕はね、そうだな、でも竹内優子さんとかやっぱり雰囲気すごくいいですよね。蒼井優さんとか、まあもちろんね、山ちゃんといろんなとこ遊びに行ってるんでしょうけども、はい、僕ね、ホリプロなんですよ、はい、事務所がね。ただ本当に綾瀬はるかさん、石原さとみさん、全く事務所で合わない。いや、宮崎葵さんもいいね。もう V6 は皆さん、あの、これあれですね、ちょっと上が出るんですね、これね、はい、ねえ、この V6 は嫁6と言われるぐらいね、白石美穂さんから宮沢りおりえさんから、まあすごいですよね。これ一旦ね、通知を、ね、オフにしておいた方がいいということに気づきましたね。はい、すいません。もうね、そうなんですよ、これ自分で組んでやってますからね。しかも皆さん、これスタッフいると思うでしょ。今の時期ステイホームなんで、僕これ自分の部屋から一人で全部ワンオペでやってるんですよ。なので黒巻の設定から照明の設定から音声 VTR の発射、喋る内容、まあ喋る内容はまあね、これライブなんで皆さんと お話ししてる感じなんですけど、一人でやってます。これ、すごくお金がかかってるように見えてますが、これ撮ってんのも iPhone だからね。これそうですよ、今これね、そうさ、 iPhone、 iPad、 MacBook Pro でやってますよ。もうそれだけで配信できる。高橋翔子さん、さくらまなさん、いやいや、僕もね、お世話になってますよね。僕はロケ地でですね、それこそあれですよ、山ちゃん、南海キャンディーズの山ちゃんの番組で、あの例のプールの、そこでロケだったんですよね。感動しましたね。はい、門脇麦さん、やっぱり映画館デートですね。あ、やっぱり映画館デートが多いですかね。あ、食事でゆっくりしたいですね。いいですね。どうですか、やっぱイタリアンですか、食べるなら。ねえ、なんか、懐石料理とかもいいよね。なんかね、女優さんとね。セクシーな女優さんでもあり、まあ、とりあえず、あれですよ、皆さん。映画、はい、女優で、とりあえずね、くくりでいきましょう。ね、カフェ。いいですね。本名は丸岡泉さん。シネマティック、ありがとうございます。はい。そうよね。ベタだけど。そっか、これ今あれか、 Wi-Fi がまだオンになってんのか。ですね、ちょっと今一回、はい、ちょっと今、ちょっとお待ちくださいね。今、切り替えております。そっか、これ自分一人でやるとこういう時が困っちゃうね。どれだ、はい、シネマティック、お待たせしました。はい、お待たせしました、シネマティック。いやー、これ大変だ。もう一人で全部やるってなかなか、これ今回初配信なんですけども、ステイホーム、コンビニで撮られたい、居酒屋デート、居酒屋行きたい、すごすぎる、
ステイホームでデート。これはこれでおしゃれ。新垣結衣さんと家で お茶したい。どんな意味でお世話になってんの。ねえ。ああ、なるほど。今、個人情報出ちゃうんじゃないか。そうね、これ、あれだね。これ、自分の iPhone でやってると大変よ。なんか、ここ、ピロロンみたいなさ。今ね、機内モードにしました。ね、家飲み。はい。ちなみに、有村さんはどなたを選びます。でも、最近ね、やっぱ僕は女優として面白いのはね、松岡茉優さんですかね。やっぱ彼女面白いな。劇場っていうね、舞台、映画見たんですけど、素晴らしかったですね。やっぱ彼女も女優としてなんか大竹しのぶさんの後行きそうな。だから、なんか、松岡さんってどんな人なのかなってすごく個人的には僕興味がある。あとやっぱ満島ひかりさんですよね。すごく興味ある。やっぱり女優としてなんかもう確立されてるじゃないですか。ああいう世界観のある人と僕はミイラ展に行きたいですねあの上野博物館でね、最近ね、あのミイラ展ってやってたんですね。世界のミイラが集まってるんですけど、僕はね、あえてそういうところにこうデートに行ってみたいですね。なんかこう文化的な話をしてみたい。映画館に行っちゃうとね、あのお話できないんで、あとなんか女優さんと映画見るってなかなかじゃないですか。だからまあそれよりはこうなんかミイラ展かなんかでロマンを、深田恭子は恋人より奥さんにしたい。なるほどね。はい、渋いミイラ。ああ、広瀬アリスさんと満喫、漫画喫茶ですか、これすごいね。なるほど、シャーリーズセロン。シャーリーズセロン、後ほど洋画編やりますからね。洋画編はね。はい、ということでですね、じゃあ一旦ね、まずは、肩ならしにですね、恋人にしたい、俳優、これ今女優編ですけども、日本人のね、邦画女優でですね、皆さんご投票を一人一票でお願いします。で、投票する際にですね、皆さん書き込んでいただきたいんですが、このグッドマーク、いいねマークを、ポチッと必ず書いて、一人一票投票で60秒間で締め切りたいというふうに思っております。それでは、投票をですね、スタートしたいと思います。はい。有村コン生配信、皆さんの総選挙投票です。スタートです。はい。はい、今回からですね、これもフリー素材で私アリコン作ってみました。どうですか、見えてますかね。はい、皆さん一人一票でグッドマークでの投票お願いします。はい、こちらですね。はい、綾瀬はるか、本田翼、石原さとみ、綾瀬はるか、宮沢りえ、小松菜奈、長澤まさみ。うわー、もうすごい勢いで皆さん投票。うわー、ありがたい。北川景子さん、新垣がね、いいですよね。さあ皆さんお急ぎください。時間は1分間ですよ。はい、1分間でのご投票をお待ちしております。満島ひかりちゃん、これすごいよね。フリー素材でこんなの配ってくからすごいよねもちろんね、投票とかは僕が書いてるんですけど、これとかね、これとか僕書いてますけど。はい、さあ皆さん、深田恭子さん、黒木、あ、キキキリンさんですか、すごいな。鈴木京香さん、水戸ちゃんアナウンサーです。はい、ということで終了でーす。はい、皆さん高評価、そしてチャンネル登録、有村コンのシネマラボ通知オンでお願いします。はい、ということでね、視聴者総選挙、さあいかがでしょう。 IMAX みたい、そうだね、 IMAX の頭のねオープニングみたいですね。はい、先週と違ってすごくいます。そうなんですよ、ちょっとね、もうこの週末時間があったので、今日一日僕この作業しかしてないですからね。はい、本田翼、カウントダウン終わったらターミネーターとか出てきそう、レベルアップしてる。ありがとうございます。もうね、皆さんのおかげですよ。僕もちょっと生配信ちゃんとやろうと思いましてですね、作ってみました。さあ終了です、皆さん。では、ちょっとこれ、皆さんもですね、ちょっとスタッフになっていただいて、どの方の投票が多かったですかね。あ、そうか、今日カメラをこれに使ってるから、ツイッターでの投票ができないのか。参りましたね。ですね。ちょっと、そうか。ツイッターでの投票ができないのか。ちょっと待ってね。じゃあ、こっちで投票できるようにしてみようかな。今日はあれ、皆さん、僕、重たくないですか、大丈夫ですか。ね。はい。ニコニコマークをつけてですね、
誰々が、多かった4人に絞りたいと思います。でその4人に絞ったのを決選投票でツイッターで、投票していきたいと思います。あ、いけるねこれ、いけるいける、そしたらですね、私が今ツイッターで、はい、あ、ニコちゃんマークつけていただいてありがとうございます。今、スタッフにね、ちょっと皆さん身内でスタッフさんになっていただいてですね、生配信です。あの、皆さんリツイートしていただいてありがとうございます。よし、じゃあね、これでですね、これでつぶやきますよ。さあ、今誰が多いですかね。生配信、恋人にしたいナンバーワン総選挙、あなたならどなたを選びますか。はい、じゃあ今ね、多いのがやっぱ綾瀬はるかさん、長澤まさみさん、石原さとみさんあたりかな。うん、なるほど。綾瀬はるかさん好感度高いよね。長澤まさみさん、どうですか。小松菜奈さん、小松菜奈さん、小松菜奈。でもね、これ皆さんが実際にこれ決選投票でね、どなたを選ぶのかというのが非常に気になるところです。さあ、では、今ですね、私これをコピーいたしましたので、はい、それでは皆さん、私今有村コンですね、生配信の、僕の有村コンのツイッターでつぶやきました。一人、もうこれもう大体1分ぐらいに区切ってですね、投票をお待ちしております。はい、決選投票です。綾瀬はるかさん、長澤まさみさん、石原さとみさん。で、もう一人が、もう一方が、あ、小松菜奈さんですね。はい、今、続々と投票していただいております。ぜひ、リツイートもポチッとしていただけると嬉しいです。広瀬すず、忘れてた。広瀬すずちゃんはね、日本アカデミー賞で、僕、何度かお仕事させていただいたことあるんで、あ、有村さんなんて声かけていただいたときは嬉しいですね。ちょこちょこ個人情報が出てきますね。はい、これはどうやったら止められるんでしょうか。これ、機内モードにしてるんですけど、出てきますね。はい、どうでしょう。本田翼目当てでゴチ毎週見てる。お、石原さとみさんが今のところ強いですね。さあ皆さん、有村コンのツイッターで今投票をお待ちしております。はい、アプリのね、通知オフ、なるほどね。はいはいはい、今ね、もうでも LINE とかは入ってこないようになってるんですけど、あれですね、 YouTube だけが入ってくるのかな、これね。YouTube 立ち上げてるからかな、これね。はい。ということで、今日は恋人にしたい俳優ナンバーワン決定戦、今女優編です。今、有村コンのツイッターで、決選投票を行ってます。はい。皆さんリツイートもね、ぜひよろしくお願いします。さあ、生配信中、さあ、どんどん今票が伸びてるが、石原さとみさんが強いですね。はい。投票しました。小松の親分かな、広瀬すずさんか。そうなんですよ。誰を選んでも釣り合わない。でもね、好きな映画も皆さんぜひちょっと添えて教えてもらっていいですか。例えばガッキーだったらこれとか、広瀬すずさんだったらこれとかね。ん、今 BGM が合ってない。今何 BGM どういう系が流れてんのこれ、ね、今僕がねちょっとね音声を聞けないんですよ。一人で何だってこれワンオペでやってるから音がね聞けないんですよね。はい、ドラゴンタトゥーの女優さん。ああ、これね、これは後ほどの洋画編でやりましょうね。はい。さあ、ということで、じゃあそろそろ締め切りますよ。さあ、そろそろツイッターも締め切りをさせていただきます。
残り10秒前からカウントダウンです。はい、これも作ったフリー素材ですね、これね。はい、灘そうそう、なるほど。さあ皆さんお急ぎください、カウントダウンが始まっております。はい、ということで明日まで投票はね受け付けておりますが、現段階での投票はここで締め切りです。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、ということで恋人にしたい俳優ナンバーワン決定戦ですが、ああシンゴジラね、ガッデーラだね、ガッデーラ、あー恋人とより娘だな、ハワイアン、あハワイアンが今流れてるね、ならそうそう、うん、中条あやみさん、なるほど、今日は頑張ってますね、ということでね、皆さんありがとうございます。さあということで一旦ここで締め切りますかね。最終的にですね投票を発表したいと思います。お、ここの時点では長澤まさみさんがなんと石原さとみさんを抜きまして 37% です。ということで今日のまず最初に行った総選挙、恋人にしたい日本の女優は長澤まさみさんです。おめでとうございます。すごいな、はあ、いやーすごいね、はい、ガッツイラーですね、はい、ということでですね、怒りの層、怒りの広瀬すずさんすごかったです。でも何、意外に広瀬すずさんちょっとあれですね、なんかそんなになかったっすね、人ね、もっと俺いるんじゃないかなと思っていたんですけども、はい、皆さんご協力ありがとうございます。じゃあ続いて男優編いきましょうか。はい、女性の方はですねもちろん、恋人にしたい彼氏にしたい男優さんで、男性の方はこの人憧れるよねという、まあ、福山さんとかね、まあ、いらっしゃると思うので、じゃあちょっと続いて男優編をですねいろいろと皆さんリサーチしていきましょう。それでは書き込みをお願いします。どんな感じで来るんだろうね。あ、安定です、徳永エリさんではないな、マザー楽しみ、モテ期のね長澤さん、あの長澤まさみさんってこう一回ドーンとブレイクして一旦こう落ち着いた時期あったんですけど、またモテ期でドーンとねセカンドブレイクしましたよね。うん、いやーでも長澤まさみさん、まあ満場一致じゃないですか。あの新しく出るねコンフィデンスマンのね新作の映画がちょっと今延期されてしまったんですけども、ぜひねちょっと劇場公開された時はあの皆さん見に行きましょう。はい、高良健吾さん、吉沢亮、山田孝之、綾野剛、いいね、西島秀俊、あ、伊勢谷さん、妻夫木聡、福山雅治、三浦春馬、かあ、小日向君と、な、シミケン、有村昆さん、ミートボールさん、ありがとう、椎名桔平さん、小栗旬さん、阿部寛さん、妻夫木聡、井浦新さん、あ、ピエール滝さん、緒方健さんね、もう激突将軍家光の乱心っていうのぜひ皆さん見てください、藤岡弘、合唱、金城武、三浦、敏郎、池松壮亮、市原隼人、役所広司、新田真剣佑、シュワちゃん、あーなるほど、いやシュワちゃんはね後ほど洋画編でやりますから、まだ皆さん焦らず行きましょう、焦らずね、はい、それから岡村隆史さん、山田孝之さん、やっぱ山田孝之さん人気なのかな、藤原竜也さん、ホリプロです、ありがとうございます。ホリプロの藤原竜也さんと鈴木亮平さんはね、ホリプロでもお会いしたことありますね。優香さんもありますね。はい、藤田誠さん、渋い。竹内力さん。いいね。佐藤浩一さん、成田亮。佐藤健。もう、こいつずで、女子はキュンキュン、こいつずロスされた方も多いんじゃないでしょうかね。はい。赤木圭一郎。菅田将暉。いやボビーオロゴンって今なかなかそれリアルタイムだから、シュワちゃんは草、まあシュワちゃんはね後ほどね洋画編でやりますからね、はい、高良健吾さん、大泉洋さん、福山雅治さん、佐藤健さん、成田亮さん、神田正輝、はあ、ということで、マドンソク、いやこれもう韓国系も入っちゃってるよこれとりあえず今日本人俳優でいきましょう、はい、竹内涼真、そうね、やっぱり岡田准一さんはね俺はすごく好きです。岡田さんはなんかこう今度燃えよ剣っていうのが今ね公開延期になっちゃいましたけど、 SP も素晴らしかったし、彼はやっぱ柔術をやっているので本当にね締め技とかね嘘がないんですよ、うん、それは素晴らしいね、
山崎賢人、大泉さん、中井貴一さん、舘ひろしさん、酒井正人さん、大杉蓮さん、いいね。アミューズがさ、そうね、アミューズが急に強くなるね。いやいやいや、業界の方ですか、業界の方ですかこれねえ。小栗旬、碇屋長介さんもいい俳優でしたね。でも恋人にしたいかっていうところはちょっとありますが、皆さん、男の男性の人はね、自分が憧れる俳優、一日でいいからなってみたい。それから女性の方はもちろんもう恋人にしたい、彼氏にしたい。僕はね、もし女子だったらね、やっぱ西島秀俊さんがいいな。ああいうタイプね。なんか西島さんって人魚の眠る家とかも出てましたけど、すごいいいんですよね。この朴訥とした余計なことを言わない感じ、うん、すごくいい。僕にないものを全部持っているっていうね、そんな感じが。あ、千葉真一さんもいいね。あ、男の中の男でしょ。生田斗真さん、阿部サダヲさん、二宮和也さん。もうニノはですね、僕結構ニノさんの映画キリンの舌を持つ男とか、結構いろいろお仕事させていただいてるんですが、ニノさんは本当にいい方ですね。僕はすごくファンです。はい、役者としてもすごく勉強してますし、でお芝居ももちろんお上手ですし、何よりやっぱり人柄ですよね。うん、ニノさん大変お世話になってます。松田優作ね、いいね。はい、河本博さん、浅野忠信さん、堤真一さん、あ、忍びの国のね、大野くん、あ、天体観測の小田切城はね、僕あれが好きです。東京タワー、おかんと僕と時々を飛んで、前回泣ける映画選手権の時に、出てきましたけど、やっぱあの小田切さん秀逸。あとあれですよね、夜を沸かすほどの熱い愛で、宮沢りえさんの旦那役が小田切城さんだったんですけど、まあね、ふらーっとどっか行ってしまうあの感じは小田切さん以外演じることできないんじゃないか。山寺さんもいい演技されてますよね。勝慎太郎さん、柴田恭平さんね、危ないデカでね、軽やかな足さばきですよ。ああ、東出さんも来ました。二谷秀明さん、真田広之さんはもう、でももちろん日本人ですから邦画でいいんじゃないでしょうかね。はい、リリー・フランキーさん、国村純さん、カニミリュウ。さあ、ということで、では皆さん、ここからですね、邦画編に参ります。国民総選挙。あなたが恋人にしたい男優ですね。はい、女性の方は男優です。で、男性の方は憧れている男優ということで、1分間で投票をしてまいります。1人1回だけ、グッドマークをつけて投票をお願いいたします。それでは参ります。さあ、有村コン総選挙、一人一票です。参ります。さあ、投票がスタートいたしました。丸々主演総選挙、山下真司いいね。はい、さあ皆さん、始まりましたよ。はい、グッドマークをつけて一人一回投票、誰でも参加ができます。あなたの一票が運命を変えます。山田孝之さん、佐藤健さん、松田優作さん一択、福山雅治さん、小栗旬さん、三浦春馬さん、西島さん、大沢たかおさん、香川照之さん、有村昆さん、ありがとう。ミートボールさん、ありがとう。須田将暉さん、あ、すげえ、もう早すぎて読めない。木村拓哉さん、高良健吾さん、永瀬正敏さん、浅野忠信さん、そうね、山田孝之さん、久美さん、いいよね、俺、斉藤工さん、大好き、大泉洋さん、山下真司さん。さあ、残り15秒で添い過ぎください。伊勢谷友介さん、藤田誠さん。ものすごいマイノリティですよ、藤田誠さん。はい、さあ、皆さん、締め切りまであと少しですよ。お急ぎください。シルマティーク！はい、ここで投票終了です。さあ、皆さん、いかがでしたでしょうか。はい。ね、ということで。さあ、皆さん、ご投票をお願いいたします。今有村コンのツイッターぜひねフォローもねしていただけると嬉しいです。はい、アルキメデスの対戦よかったね。浜辺美波ちゃんとやったアルキメデスの対戦は僕も非常に大好きです。面白かったんだよ、話も。しかしね、山崎監督は本当にこう戦艦大和とか好きなんすね、やっぱりね。須田くん人気か。佐藤二朗入れてほしかったね。有村さんは誰推しですかとありましたが、いい質問ですね。僕は西島さん推します。まあやっぱ大人なんでね、そこは僕ちょっと西島さん推したいところかなというふうに思っておりますが、定置の国ね、瀬戸内海、
そうだよね。さあ皆さん、リツイートもしていただいてありがとうございます。嬉しいです。はい、どんどんとねつぶやきをお待ちしております。投票ですね、今決選投票やっております。須田雅貴さん、西島秀俊さん、山田孝之さん、小栗旬さんと、この4名での決選投票となっております。はい、ではあれさあどうだ、うん、さあどうでしょうか。今のところ須田雅貴さんやっぱ圧倒的に強いね。アルキメデス面白かった。瀬戸内、ムロさんね、ムロさんも僕あのうどんっていうね、時からすごい好きです。高倉健もいいよね。藤原竜也じゃなくていいの、まあ事務所的にはそうなんですけど、つも妻夫木聡さんもね、事務所的にはそうなんです。西島さんの笑顔に癒される。アルキメデスよかった。セーラー服と機関銃の、渡瀬さんのような人ね。渡瀬さんって、最も喧嘩が芸能界で強いって知ってますよね。そうなんです。なんだっけあれ、クールズじゃなくて、岩木浩一さんがいたチーム。で、そこに、舘ひろしさんとかもいたんですけど、全員一人でボコボコにした伝説っていうね。だから、渡瀬さんが芸能界最強なんじゃないか。意外に強いのが、意外にって言っちゃあれですけど、生島ひろしさんが喧嘩がめちゃくちゃ強いっていうね。ただ、渡瀬さんが最強説ってありますよね。南極物語っていうね、映画でね、犬蹴っ飛ばしてましたもんね。これ今だとね、倫理的に引っかかるんじゃないかと僕は思ってるんですが。さあ、じゃあちょっと、読み込みまして。ん？どうだ？今これ、有村昆のツイッター、皆さん見れてますかね？今、ご投票をしていただいております。あ、54票まで来ましたね。お今、須田雅貴さんと西島さんが 35% で競ってます。これ、ちょっと、まだ投票してない方、あなたの1票が、この視聴者参加型総選挙、恋人にしたい男優、決めますからね。有村さん、やりすぎとしない。そう、あ、そう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 。渡瀬さん。渡辺謙も入れたい。妻夫木聡。そう。生島博士兄貴はね、本当に喧嘩強いですから。うん。さすがやっぱおはよう一直線。すごい素晴らしいですよね。僕もね、時々ゲストで、朝やってますよ、番組ね。はい。ぜひご覧ください。お聞きください。喧嘩は、そうね。さあ、ということで、じゃあ、そろそろ締め切る？西島さんが意外、和歌山富三郎先生の話、もう急に、もう今時代は令和だというのにね、昭和の話が飛び交っておりますけども、さあ、それではそろそろ締め切りますよ。はい、有村昆の生配信、シネマラボ総選挙、締め切ります。今、ツイッターでのですね、決選投票をやっております。皆さんの新たな一票が票を決めますが、さあ、残り時間もう10秒で、締めます。さあ皆さんのご投票お待ちしております。さあどうだ。はい、ここで投票が終了となりました。ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ一旦ここでですね締め切りたいと思います。はい、それでは仮面ライダー人気ありますね。小栗旬さん、龍が如く、うん、なるほど。塚本慎也さん、なるほどね。そう、鉄夫だっけ、もう塚本監督の映画を僕見てたまげましたね。俳優であり、まあもちろん俳優であり監督でありっていう、あれは僕マルチな才能だと思いました。はい、炎のカウントダウンありがとうございます。さあそれではね、ツイッターをちょっと出したいと思いますが、結局どうなった。結局今もうね、一人何役もやってるとですね、ちょっと今、頭がだんだん回らなくなってきたんですが、どこまで来たかな？来ましたね。はい。82票まで伸びましたかね。皆さん、リツイートもしていただいてありがとうございました。結果、なんと西島秀俊さんが39票ということで、トップとなりました。ということはですよ、まあ、邦画編今やりましたけど、皆さんが選ぶシネマラボ的には、
長澤まさみさんと西島秀俊さんが恋人にしたい俳優ナンバーワン男優女優であるということなんですね。なるほど、シネマティック、ありがとうございます。はい、ということでね、皆さんね、ご投票いただきましてありがとうございます。はい、日誌すげえ時代かな。そうね、これってまたね5年後とかにやるとまた変わるしね、例えば今から3年ぐらい前だと堀北真希ちゃんとかも入ってくると思うんですよね。あと例えば北川景子さんとかも、例えばなんだろうな、今もうね、これからお子さんが生まれたりするとだんだんまたそういう目では見なくなってくるじゃないですか。はい、といった意味ではね、どんどん変わってくると思いますね。はい、アリコンさんの推しが一番、いやーありがたいですね、なんかね急にね。あら、そうなの、山田裕貴は、息子の幼なじみ、なるほど。そうね、このチャンネルでの年齢層ということですよね。だから菅田将暉さんよりやっぱ西島さんのような年齢層がちょっと我々のところは高いっていうのがあるかもしれませんね。はい、松健浜ね、松平健さんじゃないですよね、松健様じゃないですよね。はい、10代20代前半の視聴者の投票が少ない、まあそれそうかもしれないね。うん、柴咲コウさん、西島さんの代表作ね、なんだろう、でもあの人ってなんかこう主張しないのがいいよね。なんか香川照之さんの真逆みたいな、香川照之さんの油分を全部拭ったら西島さんになるみたいな。もう香川さんがギラギラしてるからね。 あと僕好きなのはやっぱ藤岡弘さんですね。藤岡弘さんはね、本当に本当侍ですよ。で、なんていうの、ああいう世界の子供たちを救う活動とかもやってますから、リアルな意味での仮面ライダー、ヒーローだなと思いましたね。はい、西田さんいっぱい出てきて出てねえ、そうだよね、空母出雲、カイジの藤原竜也が好きだった、ハリコンさんがカクカクしてる、大丈夫ですか、見えてますか。はいはい、ということでね、じゃあここまでね、一旦ね、邦画総まとめということでございました。あ、モズね、モズあったね、モズは初期の頃の西島さんの代表と言ってもいいかもしれないです。毎回ですね、この YouTube やっているとですね、画像がカクカクしているんですが、これ諦めずに見ていただくと、割かしつながります。皆さん諦めずにちょっとつないで見てもらっていいですかね。はい、バグってる、カクカクしてる、あれ、またちょっと、動画がですね、カクカクしているお時間がやってきてますね。そんなことになってんの今、大丈夫ですか皆さん、めっちゃブレている、ヒュージャックマン、パラパラ漫画みたいな動きになっている、大丈夫でしょうか、今見れてますでしょうかね。はい、アニメみたい、先週よりはマシか。皆さん大丈夫ですかね、ちょっと今ちょっと背景変えたりとかしてみましょうか。はい、こんな感じでですね、今、あ、声は聞けている、ただそう、これね、初めて投票したけど面白かったです、サオリンゴパンさん、シネマティック、ありがとうございます。有村昆のシネマラボ現在やっております。まだカクカクしてる、参っちゃうね、リングの貞子みたいです。ライアーゲーム、松田翔太も良かった。まあね、あ、どう、声聞けてるんで大丈夫です。いやいや、声だけ聞けてるのダメでしょ。音も BGM も聞こえてる、今まだ乱れてます。今皆さんね、ちょっと諦めずにつないでおいてください。そうするとね、回線が元に戻ります。先週もそうでした。はい、まだカクカクしてる、はい、途切れてないから OK ということだね。はい、そろそろ治るかなと思ってはおりますが、まあこういうことはね、やっぱね、ネットの接続がやっぱ今みんなやってるのかな。はい、ちょっと一旦、はい、こちらで今僕のどうですか、姿は見えてますか皆さん。そうね、ちょっとカクカクしてるっていうお声が非常に多いですね。気になりますね。ちょっと、はい、今ちょっと位置を動かしてみたんですが、どうでしょうか。はい。ん？
どう？今皆さん見れてますか？くるくるよりはいい。アリコンさんワープしまくってます。カクカクしてるということですね。おかしいですね。なんでこんなことになってしまうんでしょうか。はい。データがやっぱり重たいということなんでしょうかね。進めますか、じゃあ。いいですか。本当だね。瞬間移動。やっぱり今のこれでデータがですね、きっと重たいと思います。はい。皆さん、背景もカクカクしてる。SF 映画。腹振りまくってる。確かに今僕の見ているモニター上でもですね、ちょっと荒ぶっています。BGM を切ってみますか。はい、今 BGM 切ってみました。はい、どうでしょうか。本当だね、なんか参っちゃうね。声は大丈夫です。落ち着いて。そうか、これね、今ね、今 BGM 切りましたけどどうですか。ライアーゲームの始まりみたい。いや、参っちゃうね、これね。OK。じゃあね、ちょっと一旦ね、こちらをご覧いただきましょうか。はい。それではこちらをご覧ください。はい、ということでやっぱりちょっと俺カクカクが止まらんですね。はいはいはい。技術スタッフさんね、今ステイホームなんで一緒に入れられないんですよね。やっぱり僕の Wi-Fi だと弱いんですかね。本当ですか。はい、宣伝ですね。はい、有村コンのですね、シネマラボというね、これオンラインサロン、やっております。僕と一緒にね、映画を見たりとか、それから映画好きの仲間たちがたくさんいますので、たくさん映画をね、リアルで語っていこうということで、ステイホームがね、解けたらまた、このシネマラボもね、やっておりますので、ぜひ皆さん、オンラインサロンシネマラボで検索をしてください。ということで、壮大な宣伝のお時間でございました。さあ、じゃあもうやっちゃおう。それでは皆さん、ここからですね、続いての、何かの呪いでしょうかってなってるね。いやー、これ一回ね、ちょっと待ってね。ライブ配信を。でもこれ終了にしちゃったらダメだもんね、これね。どうしよう。でもね、今これキリがいいっちゃキリがいいんだよね。じゃあ、一旦これ切りまして、また後半戦、今度は洋画編で、やりますか。はい、あまりにもちょっとこれ皆さん見てる方もストレス溜まりますよね。はい。ということで、じゃあ一旦ですね、またすぐ立ち上げますので、洋画編で、お会いいたしましょう。はい。それでは、そうね、前編後編で分けよう。はい。ということで、じゃあ一旦切りますね。それでは失礼します。また後編すぐ始まりますので、すぐアクセスよろしくお願いします。